それではさ、ショコレでございます。今日は久々の、本当の久々のブラドラでございますよ。あのタイトルのブラドラというよりかは、中身のない本当にブラブラとドライブをしていって、買い物をしたいなと思っています。一つはね、絶対に買わないといけないなって思ってるもので、その他はこういったものがあれば欲しいなっていうものなんですけど、まずはあの部屋干し用の洗剤ですね。ちょっと花粉がひどそうなので、この時期ね、どんなに外が晴れていてもあまり外に干したいという気持ちにはちょっとならなくて、部屋干し用の洗剤が切れかかってるんで、それは確実に今日欲しいなと思っています。そして衣替えをね、結構してるんですけど、一番分厚いねアウターとかはもうちょっとしまうようにしていて、それで最近ね、ハイカットのスニーカーがすごい好きになりまして、今までどちらかというとランニングシューズ系が好きだったのが、バッシュスタイルのものを好むようになってきたのはいいんだけど、それに合わせるパンツが非常に少なくてですね、元来僕はアメカジが好きだったので、太く武骨なシルエットといいますかね、ストーンとした色落ちを楽しむデニムなので、白いスニーカーなんか履こうもんなら、そこに紺色が映ってしまうわけですよ、デニムの色がね。ちょっとそれは避けたいなということで、じゃあそこで全くデニム以外のものを買った場合に合わせられるのかって言ったら、ちょっと難しいところもあるので、なんかこうイージーパンツというのかな、スキニーでもいいしデニムでもいいんだけど、デニムだったらもう9分丈8分丈ぐらいのもので、必ずもう何靴と干渉しません、当たりませんっていうようなデニムがあればいいなと思っています。ね、9分丈8分丈ぐらいだったらちょうど春夏な感じでしょね。できるだけブックオフさんグループがいいなとは思っています。たまにね、あまり知られていないけど結構お高いアメカジブランドとか、結構破格で安く、ブランドとして認められてないのかなっていう感じで安いものもあったりしますし、あとはハードオフね、ちょっとレンズ、カメラのレンズをチロチロと見たいなという気持ちから、なんか 2,3 店舗行きたいな、行けるなら。で、最後はっていうか途中だな、途中でガソリン入れます。関係ないか、皆さんには関係なかったね。もうメモリが3つですね、2つ目からもうエンプティーになるんで。ほいほい、はい、着きました。ここはハードオフがメインですね。洋服はほんのちょびっとだけって感じですかね。はい、ではとりあえず行ってきたいと思います。1店舗目、さて帰ってきました。ちょっとした9分丈のオアスローっていうブランドの非常に昔のタイプの、9分丈のネイビー色のチノパンになるのかな、一応、購入しました。はい、というわけで約20分ほど滞在したこのハードオフもバイバイ。1点だけね、あれは 75mm300mm の F4.5 からのやつなんで、多分非常に古いキャノンのレンズなんですけど、それが9560円で、コスパはいいなって思ったんですけど、結構古いレンズだし、5000円ぐらいだったら買ってもいいかなって思ったんですけどね、ちょっとやめました。そんな感じですかね、1店舗目は。というわけで、1回区切りたいと思います。次は薬局が近いかな、多分ね。はい、ではショーコレでした。また明日。